文教学院大学は東京都文教区向ヶ丘1丁目19番1号に本部を置く日本の私立大学である。1991年に設置された。大学の略称は文教学院または武宮。創設者は島田石子。学校法人文教学園が経営し、併設校に文教学院大学女子中学校、高等学校などがある。 女子大学で初めて経営学部を設置した大学である。1991年の開学当初は文教女子大学と称したが、2002年、公明変更後は男女教学である。2020年現在は、島田明子が学園長、島田昭和が理事長、桜井隆が学長を務めている。誠実、勤勉、人愛の三つの言葉を校訓に定めている。 スクールカラーはグリーン。現代性、知性、自立とバイタリティをイメージさせる色として選ばれた。補助的カラーとしては、バラ色がある。学部研究科課外活動や自主活動で大学間のサークルが盛んである。2年からゼミを選択するが必修ではない。入室希望学生は、前期の成績、面接、試験で選抜され、2年次から本格的に活動が始まる。 大学のポータルサイトは連絡に関する項目が主である。2006年から東京国際アニメフェア並びにアニメジャパンにも毎回参加している。ありがとうございます。